こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、メルカリで CD を買いました。男組の CD ですね。少しね、懐かしいなと思って、4枚セットで出されてる方がいらっしゃいましたんで、すぐに落札しました。本当売っていただいてありがとうございます。価格は安かったですよ。4枚でちょっと値段はずれたんですけども、5、6000円じゃなかったかなと思うんですね。4枚で非常にお買い得で、すごく綺麗です。でね、今回落札したらDVD のおまけもつけてくれたんでね、これもね、楽しみに見ようかと思います。男組のお宝映像だと思うんですよ。で、この4枚の CD、実はね、私もね、3セットぐらい持ってるんですよ、すでに。ずいぶん昔に中古屋で買ったやつと、その後に、どっかの中古屋で買ったやつと、もう一回ついでに買ったやつとあるんですよ。その頃はね、相場がそんなに中古市場でも、荒れてなかったんですけども、今回ね、多分 CD1 枚3000円から5000円ぐらいの価格になってるんじゃないかなと思いますよね。で、メルカリで一番安いのは私が買っちゃったんで、これによってまたね、相場が変わると思います。誰か来たでね、最安値のやつを買っちゃったんで、多分これで相場グッと上がるんですよ。で、私がセットでこうやって3つも4つも買うんで、多分市場の枚数って減るんじゃないかなと思います。でも私もね、なんか意味があって買いまくってるわけじゃないんですよ。なんとなくこれ出品してる方がね、もう男組いらなくなっちゃったのかなと思ったら、大好きな私みたいなのがね、ちょっと引き受けたいなっていう変な気持ちで買いました。はい。で、今回ついでに男組のメンバーの高橋和也さんのソロの CD も2枚出てたんですよ。で、2枚合わせて、これも5、6000だったと思うんですけども、価格はわかんないんですけども、適当にこうね、落札してるんで値引きもせずに。これはね、私持ってないんですよ。高橋和也さんのソロとか、成田昭次さんのソロは全部持ってるはずだったんですけども、これがね、なんか聞いたことがないんで楽しみ。風だけが知っているとか、後ろ向きの私、日曜日に泣かないで、など。あと、渚のシンドバッド。この知らなかったです、こんなん出てるなんて。CD 全部でね、6枚いただきました。本当、売ってくださった方ありがとうございます。大事にしますし、簡単に手放さないようにするって言ったら、またね、市場が値上がりするだけかもしれませんけど、場合によっては、ちょっとね、お分けしていこうかなと思いますね。貴重なものなんで、男組再結成が近いのではないかということで、買わせてもらいました。再結成したら、またバンバン売りますんでね、楽しみに待っといてください。じゃあ、男組ファンの皆様、私のところにね、備品が4セットありますんで、お任せしてください。もう絶対に売りません。中古では出しません。出すかな?粗末にはしませんので。グッドです。